この世に存在するすべてのものは同じ状態にとどまることなく常に移り変わっていき、永久不変なものなどありません。作家はその一瞬を表現するため、身体を生物、景観、物質と捉え、木の積層で作り出し、それらを鏡に映すことによって、無限に広がる過去、現在、未来の時空間である行方を表現します。身体は精神を伴って初めて成り立つもの。ニョッキ2017では、地球や人類の長い歴史の過去から現在を感じ、未来に思いを巡らすことのできるキューブ空間を作り出します。身体っていうのはやっぱり人間である以上、体だけではなくて、心っていうか精神も伴って初めて成り立つものではないかということを思いました。身体ってこと、人間だけではなくて物事万物すべてのものとして捉えて、それでそれを現在、過去、また未来に向けてどういう流れができるのかなってことで、それを表現したいということで今回設定してみました。琳派の作品に非常に興味がありまして、田原康達の風神雷神図とかと緒方光琳の紅白梅図屏風とかというような、あの構図は平面なんですけど、それを立体として表現できたらいいかなということを思いまして、そんなことを考えて今回考えてみました。キューブの中の空間として考えた時には、崩れた空間でありながら、無限に広がっていくような、そういうような空間を作り出したらいいということで、いろいろ考えて鏡ということを思いました。過去から振り返って、未来へということで、空間がそう出来上がればいいと思うんですけど、そこになった時の自分自身がどんな思いになれるかということを楽しみにしながら制作をしております。私これ40年ぐらいですね、木を素材として制作をしてきています。で、その前は金属を中心だったんですけど、やっぱり木は生き物であるということで、その木をできるだけ生かしたような制作をしたいということで、続けてきています。今回もその中の一つの制作作品として考えております。私自身、完成したそのキューブの中に入って何が感じられるか、今とても楽しみにしております。来ていただいた方、見ていただいた方も実際にキューブの中に入っていただいて、自分自身を見つめられればいいかなってことを思っています。